するしない？どうも、日向彩子です。トッププロ雀士の思考を聞く麻雀の匠、今回のゲストは小林豪プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、豪さんがやってきました。はい、この番組はすべてこう麻雀中の思考をさらけ出していただくんですけれども、はい、常にこう思考は巡っているタイプですか？何も考えてないのがバレちゃいますね、これね。そう、何も考えてないとそれもバレちゃいます。はい、困ったもんですね。郷さんの普段の脳内どうなんですか？結構すごく考えてると思われてますが、そうでもないですね。え、意外に？ええ、これ泣こうぐらいしか考えてないですね。自分の泣く範囲はメインで考えていて、周りのことは？あとの3人多分見てないわけじゃないですけど、それほど考えてないと思いますね。すごい考えてるかのように思われてますが、実は、ね、私が自分の手しか見てないことがバレてしまいますね。今日で、はい、大変ですね。やばいですね、これね。でも逆にしっかりこう見てるところは本当大事なところってことですよね、周りの。まあ大事なところはまあまあ見てると思うんですけど、結構見落とすんですよね。バレちゃいますね。そんな郷さんもちょっと楽しみですけどね。うん、あとこう泣きの鋭さは私も勉強したいところなので、ぜひその泣いた時の思考。そうですね、まあ今日は多分これ泣こうあれ泣こうこれは泣かないばっかり話して何時間か終わってしまうんじゃないかと思います。それはそれで楽しみです。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、麻雀の匠、ルールはこのようになっています。それでは早速対局をしていきましょう。今回の対局メンバーはこの3人です。では早速郷さんやっていこうと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ハンちゃんですからね。はい、トン1局スタートです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、郷さん、なんちゃスタート、ドラがパッソ。まずね、親の方の第1打が出てきますが、何からでした？ハイパイいいっすね。ハイパイ、これ1つ、これ1つとチュンと1つで両面2つ、うん、すごくいいじゃないですか、これ。え、泣くの？もう1000点かパーソー引いて2000点かどっちかなっていう感じですね。選択は1000か2000なの？ええ、ひょっとするとね、1300になるかもしれない。先場ね。いや、リーノミ、リーノミ。いや、なんで、まあ、リーノミの1300なのですか？そうですね。まあ、リーズも裏市っていう最高形が見えますけど、うんうん、漫画にはなかなかいかないもんですね、うん、やっぱりね。そうそう、リーズも裏市って結構ならないと思うんですよ、うん、こういう形でもなりませんか、うん、まあ、リーの実をかけることができても積もって裏市ってなるとやっぱり、うん、多分1割2割ぐらいになるんで、うん、それよりも、まあ、1000点かドラ引いて2000点かっていう感じじゃないですかね。ってなると、これは1枚目から泣くんですか？泣きますね。あ、そうなんだ。はい、へえ、わかりました。この、2枚目泣くんですか、これ？いや、私は最後まで泣かない、そうタイプなんですけど、郷さんはこれは1枚目から仕掛けて、うん、そうですね、いい形を残して最後は1000点、もしくは手代わっての2000点で上がるってことですね。そうですね。まあ、ウパソーの延べ単になって、うん、パーソー積もっての1000、2000もありますね。そうですね。リーズモウライチと同じぐらい少ないけど、そんなもんじゃないですかね。うん、うん、トン1局でこう開局したんですけど、心構えとかこう気持ちの面で何か考えてることってあるんですか？ないですね。はい、はい、じゃあ飛びましょう。さあ、注目の第1積もは、両ピン、あ、これでもう、これね、考えることはあんまりなくなりましたが、よりこう自力でも仕上げていけそうな手になりましたが、自力って口でポンって出して持ってくることを自力って言います。そっか、そっち派ですもんね。そうそう、自力とか他力とかね、ないからね、重ねたとかね、積もり上げたとか、そういうものないです。すいませんでした。はい。第1打は何ですね、いきました。今の公開局で他の3選手の手出し積も切りどれくらい見ます？
一巡目は意味がないですよね。意味がない。あの一巡目ってあの、うん、残されてた牌に意味がないんで、うんうん、手出し質問ポンポンポン入りました。今ねちょうどね説明してくださってる間にチュンが出て、手出し質問切りって、うん、あのみんな見なきゃと思ってるでしょうけど、うん、要するにそれはなこの牌が何らかの理由で残されてたものが進んで出てきたっていう証拠なので、うんうん、1巡目っていうのはハイパイなんで、1巡目の手出しつもぎりは一切見る必要はありません。じゃあ思考だけ考えるぐらいですか。そうですね。この第1打チーピン、チーピンの人は何だろうなぐらいな感じですね。何かなみたいな、まあ、単品系じゃない可能性が高いなぐらいですね。あ、なるほど、はい。さあチューンを仕掛けました。チューン仕掛けました、うん。これ何切るか難しいとこですが、ねえこれどうするんですか。どうしますかね。両面、まあ両面待ちができたときに3万匹だけ、うん、そうでもないな、うん、3万を引いたときに、うん、普通二度受けになるから弱いって言うんですが、ね、そうですよね。ただこれ瞬通あと一つでいいので二度受けもそんなに、うん悪くはない。うん。ジャントがない形ですよね。まあじゃん。まあただ一応やっぱり一種類少なくなるんですね。例えば三層引いた場合のイースーソースチーワンと、まあ三万引いた場合のイースーチーワンとで、うんうん、ちょっとだけ受け入れ枚数が少なくなるんで、まあ、やっぱりワンズですね。うん。まあ延べたになる可能性とかもちょっとあるけども、まあこうヤンマンでいいと思います。おお、この判断はヤンワン。さあ、すでに仕掛けています。チュンをポンしています。でこの後、町を作るなら、うん、まあ、このチーピンから切り出してる人がいるっていう情報だけなんですが、うんうん、まあ、リャンソーよりはパーピン町の方がいいかなという感じですね。ピン図がちょっと安くなっていく未来もってことですね。まあ、今のところ一人だけですけどね。うん、他の人に3層とか切られたらもう分かりませんね。おお、なるほど。ほら、ピンズ良かったでしょ。ほら、早いですね。もうまとまりましたね、ええ、ああすごい、あっという間に第1位のスピードですね。さあ、テンパイが入った町はスーチーワンです。これね、大体押すのでね、もう人の手出しつもぎりとか見てなくても大丈夫ですよね。ある程度もう前に行くから、まあまあ、もちろん見てた方が正確な押し引きはできるでしょうけども、うん、それよりも、なんだろうな、うん、まあ、8パースを引いたら嘘の切るのと、うんうん、あとはウーピンとかイーピンとか引いたらスライドしておくべきかどうかななんていうのは考えてますね。実際今場にはイーピンが2枚で、こういう時に引いたらどっちにしようかなって今思ってるんですか。この周りの様子も見て、現状は多分 E ピンを引いたら数ピンを切って、あの安全度の高い E ピンを残すと思いますね。お、予定通り、これ D の実より高いですね。本当ですね。入れ替わってのなんか思い描いてた通りになりましたね、最初の。先天になるとなおさら降りないのでね、うん、あと休んでますね。結構ね、面白い打ち出しがね、うん、ありますけど、基本的にじゃあこう相手の手を読むときはリーチが入ったり仕掛けが入ったときがメインで、それ以外は自分のことをメインなんですね。そうですね、うん、もうあとはその統一落としてから統一落としが来たとか、うんうん、ターツ落としが来たとか、そういうのは見ておいた方がいいですよね。例えばあの3万一応見ててつもぎりだったんですが、うん、2枚目の3万がつもぎり、今の論争もつもぎりですが、これが手出しだった場合は統一性がかなり否定できますよね、うん、そうですね。ただそれ以外はまだ何とも言えないですね。あの3万と論争が両方手出しだった場合はかなりピンズに寄せた感はありますけど、うん、3万とローソー2枚目両方つもぎりだったので、まだ分からない、あんまり分からないですね。ローソーもつもぎりでした。親もね、自敗から捨てて端に近い牌まだ切ってますからね。
でももうつもぎり、特に目立ってる人はいないですね。チモチャぐらいですか。お、これはどうするんですか。このウーピンね、ウーピンつもぎることによってリャンウッパーピンが通されてしまうことと、うん、確かに、ただ今のうちに切っておけばリャン、あとあとリャンピンが切れるかもしれない、うん、でまだ先に切っておきますね。あの中盤以降でもう危ないとなったら、はい、リャンピンを切った方がいいと思いますし、もうあと何順後ぐらいですか、うん、その判断が変わるのは。もうそろそろ3、3、ね、ほんとギリギリなんですね、はい、じゃあ今、おここであの謎の捨て牌からリーチが入った。ローピン手出しのリーチです。これなんかウーピン先切り正解した感じがしますよね。おー、確かにリーチが入っての一発目、この印象、これはねしばらくわからないんで全部切りますね。まだまだ通っていない牌の種類も多いし、自分のテンパイもあるので、はい、ということですね。ちなみにこれチュンドライチ3000点のテンパイですね。あ、リーチ棒込み、もう計算が、はい、早い。そうですね、リーチ棒出たので、はい、全部で収入は3000点です。3000点のテンパイ、はい、ってなると3000点の両面待ち、大体押しますね、うん、はい、すごい、こう悩みもなくさらっといった印象通りました。これまだね、通ってない牌多いですけど、後にこういろいろ通ってきて決着がつかないときはまた判断変わるかもか。あとね、2000点の両面テンパイ大体押すような気がするんですよね、普段から、はい、あ、じゃあこれいきますね、これも押しますね。はい、宣言牌の筋です。よく先制リーチに対してリーチのみで追いかける人いるじゃないですか、うん、それって1000点出して1300からの両面待ちで、うん、そっちの方がリスクが高いんですよ、うんうん、上がり点は大差なく1000点出して全部つもぎりしなきゃいけないんで、あ、なんかそう言われると確かにそうですね、うん、そうそう、あのリーチのみ両面より、非常にリスクは低い、あの手代わりもできるしリーチ棒出さなくて済むし、こっちの方が押すべきだと思いますね。あ、なんかそうやって聞くとこうやっていう泣きの仕掛け、なんか強く感じますね。対応ができますし、うん、なるほど。今ここ2と1出てきてるんですけど、ここら辺もまだ通ってはいない牌ですけど気にはしないそこまで、まあ、このリーチわからないんで、うん、まあ3万が早いので2と1ぐらいはって感じですかね、うん、さ あとまあ残りの1枚の3万持ってて、あ、まあ、3万のワンチャンスでっていうのもあるかもしれないですね。なるほど、確かにそうですね。ただこの捨て牌に E1 リャン1ぐらいは切るんじゃないですかね、うん、はい、さあ、つも番つも番です。でこういうのってあの、うん、リーチに対してあの中盤以降に自分がテンパイからから切りできる牌を引いた時っていうのは、うん、基本は手出しをしておいた方が今まで通った牌がリセットされるので相手3人はやりにくくなるんですね。ああ、今まで通ってるローピンだったりも、はい、次はちょっと違うかもしれないよってなりますもんね、はい、ただし、はい、これ今手からローワンを切るとあの今テンパイしたかもしれません。でパーワン切ってるのにしばらくしてローワン切りだと、うん、スチーワンがかなり読めてしまうので、こちら側ですね、はい、うん、警戒されるはいいけどスチーワンを第一に警戒されちゃうのは損なのでこれはつもぎります。うん、他の範囲だったら手出しもありかなって感じですか、はい、ピンズソーズあたり、ピンズソーズは全部から切りしそうですね。おお、その思考もすごい勉強になりますね。さといめ積もり上げました。リーチ、ピンフツモ、700、1300のツモ上がり、いい数値ピンでしたね。そうですね、この捨て牌、ピンズ待ちとは限らないですが、うん、ややピンズが多そうな捨て牌ではありますね。うんうん、いい数値ピン引いてももちろん切ってました。いいピンだと高めでしたね、さらにね。場に3枚見えですが。さあ。なんか、うん。何か喋ればいいのか。大丈夫です。さあ、トン1曲はトイメンのつも上がりでした。
さあ最後までご視聴いただきありがとうございました。続くトン2曲もぜひ見てください。ゴーさん700-1300の上がりが出ました。豆知識としていただきたいんですけど、はい、展望の払い方の注意点とかアドバイスってありますか？はい、700-1300って結構めんどくさいんですよね。全員がちょうど払うと細かくなっちゃうし、うん、かといってよくあるのが結構打てる人同士だと俺はいくら払おうかなでみんな止まってなかなか曲が進まない。あるある。まずですね、とにかくさっさと払ってほしいっていうのが一番大事なことでさっさとね、ええ、うん、何点払おうかなって調校してる時点でもはやスムーズなゲーム進行が妨げられてるので、うん、とにかく早く払うのが第一ですね、うん、だから迷ったらちょうど払っちゃってほしいんですよ。おー、うん、700でも1300でもとにかくね2人迷わずバーンって払ってくれるとすごくやりやすくて、あとの1人がで最後になっちゃった人が、調整すればいいんですね。おー、でもし700、今僕子でしたけども、うん、700と1300パンパンって2人払ってもらえるとこっちは1000点出すと、うん、この親の1300の300横移動だけで済むんでそれがスムーズですね。700-1300ってきたら最後の人は1000点、うん、じゃあ自分が親で子供2人が700-700ってきた場合は、うん、2000点出せばその700点を横移動するだけで大丈夫と。あ、確かに。ということで700-1300は2人がちょうど払って1人は、1000点棒で払うがスムーズですね。結構そこでこうドギマギしたりしますもんね、で工夫して1200出したり1500とかなんかいろんな払い方をする方もいるんですが、みんながうまく調整できるメンツならそれでも大丈夫ですが、結構ちょうど払っちゃう方が多いので、まあ、2人ちょうどで1人が1000点棒で払うがスムーズだと思います。全員ちょうどで言ったら500点も全部吸収しちゃいますもんね、1人が。1人残る、1300だと残る。あ、そっか、1人残るか。うん、いや、そこら辺もこう、スムーズに普段やってることですけど、何気なく。はい。大事ですよね、思考。はい、で、トッププロでも結構ね、払い方分かってない人多くてね。え、何、誰この前ね、とある決勝でね、400、700がちょうど来てうんざりしたことありますね。400、700って来て、はい、うんざりしちゃうの？この人たち麻雀プロだよなと思ったことはありますね笑顔になれないでもそんなこともあったんですね。あるんですよね。じゃあ、ぜひこれは見てくださった方は郷さんとね、同卓するときはこのスムーズなね700-1300のやりとりがあればみんながあ、郷さんこれで私のことうんざりしてないって分かってくれますもんね。そうですねぜひ皆さんもね、とにかく迷ったら速やかにちょうど払う、はい、ということです。これで実践してみてください。はい、ごさんありがとうございます。ありがとうございます豆知識でした